はい、ミスタードーナツ DS、やっていきたいと思います。リクエストをね、まさかいただけると思わなくて、続きが見たいですという、なので、まあ、せっかくなので、このゲーム確かミニゲームが多分各仕事4つずつぐらいあるのかな。なのでそれをね、とりあえず全部まずやりましょうという。ごめん、嘘でした。4つどころじゃない、合計8個あるのかな、全部やりましょう。何ですかこれは。水や粉を線まで入れよう。あ、すごいシンプル。はい、あ、びっくりした。待って待って待って、むずくない？はい。全然入んないんだけど。全然入んないよ、これ。突然ドボドボ入んのやめて、ほんと。ああ、なるほどね。地味に難しいかも。これだけできれば1年前だね。ね、まだまだもっとうまくできるはずだよ。はい。いや、あまりね、今のでドーナツ作ったって感じはしないんだけどね。どうしますか？これ多分2回遊ばないと次進めないんだよね。ほら。なるほどね。強くやりすぎるのもダメよって。はい、ごめんなさい。すごいこぼれてる。これなんか自宅でさ、こうなったら絶望するよね。まだかな。いいぞいいぞって。上手だなって言われてもな、こぼしちゃったからな。はい、これは点数悪いでしょ。だよね。どうする？じゃあもう一回これやるわ。やり方分かったから、これも多分最初よりうまくできると思う。よし。勢い稼いでやってしまった。おらー。よし。よし。え、めっちゃ速くない?34 点やったね。ちょっと味噌食べたくなってきたな。最後に味噌食べたのマジいつって感じ。出たよ、フィニッシャー。これが私だけ労働させられすぎなのよ、本当に。これがニューね。あー、なるほど。チョコレートってか、なんかつけるけ、砂糖？何つけてんのこれ、砂糖？あんまり私、このドーナツ食べないの。そんな繊細な作業なのこれ。びっくりしたわ。どっからこれ引き上げてんの？違和感すごくない？いや、待って、ごめん、これさ、手離すの早くない？どんだけ滑るのこれ。絶対そんな滑んないと思うんだよね、私。15個行きたい。いけた。よかった。45、めっちゃ引く。お客さん減ったんだけど。え、残念ね。嘘でしょ。いいえ、もう一回やります。いや、だって多分今もう一回やってたらさ、回数減らなかったでしょ。ちょっとこう真剣にやろう。めっちゃむずいじゃん、このゲーム史上今んとこ一番難しいミニゲームだと思う。
いや、手から離れすぎ、すぐに。そんな？さ、ついてないのあるけど大丈夫？全然。29歳成人男性で、ちょっと今真剣にやってみたんだけど、どう？よしよし、任せなよ、本当に。え、どれやる？これめっちゃむずいね。これ点数低いね。これやろう。これも難しいね。え、なんか、あ、私これ好きよ。なんか、ちょっと待って、容量悪い、容量悪い。急げ急げ。このドーナツってさ、正直年取ってから美味しく感じるよね。大人になると美味しく感じる。急げ。多分これダメだよ、点数低いと思う。はい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 。もうさすが、どんどん言い過ぎだよね、ドーナツぶつけてるとき。よし。ダメだね、14個か。70点、ピック。ユニークであるけど、ダメね、私。向いてないのかしら、密度。違うと思う、私。多分これフルタイムで田中されてるから、ちょっと疲れが出てるんだと思う。何これ、ドリンクを注ぐ。もう、密度関係あれへんやん。でも、マクドナルドのゲームだとしても別にいいよね。どうしたらいいの？そういうこと？簡単じゃない？はっ、待って、なんか、はぁ、これさ、ちょっと押しただけですごい出るの、やめてほしい。よし、ほら、ちょっと押したら出ちゃうのよ、ほら。一発で決めないとダメって感じ。お、何この人、全然ダメ。ねえ、待って、むずい、これ。これぜひね、見てる人やってほしい。この難しさ伝わると思う。待って、同じ子しかお客さん来ないし。めっちゃむずい、これ。無理。0点。ちょっと待ってよ、真剣にやるわ、ちょっと。もうバイトダメで、これ時給もらえないよ、どうしよう。時給もらうために頑張るね。
成人男性また頑張ってよ。え、すごくない？ゴールドカードだ。いやきついわこれ。なんだろう、判定がすごく難しいなと思う。どうしようかな。こっち低いね、点ね。これやろうか。よし、このゲームちょっと地味に難しいな。え？よし、いい感じよ。うわ、よく食べるわね今の人。ミスドの肉まんって美味しかったよね。今ある？ないよね。めっちゃ食べてた昔。うわ、なんだっけ。うわ最悪。あ、こっちか、最悪。ダメかもね。あ、でも125点。よしよし。ルンルンルン、ドーナツって美味しいな。さよなら。次掃除しろって言われるの、最終的にはね。汚れたテーブルを掃除、もうさ悪いけど、ほんとさ、それはさ、お客様さこぼしたんだと思ったらちょっと拭いてくれよって、少しぐらいね。 こぼしすぎ、さすがに。何こぼしたらこうなるのよ。ちょっと狂気だよね、こんな汚してんの。え、これすごい地味に簡単じゃない？はい。なんなら制限時間が長すぎるぐらいよ。はい。よし。汚い、ほんと。何をこぼしたの？コーヒーかな？許せないよね。あと、ここテーブル何個あんの？めっちゃでかいミスドだね、こう思うと。こんなにないでしょ、席。あ、でもフードコートかもしれないよね。そしたらいっぱいあるか。でもフードコートってさ、掃除する人いるよね、別でね。そのフードコートが入あるそのイオンとかのね、側の。20いけるね。150点。これでお客さん増えるのはよくわかんないけどね。まあでもそうだよね、あんな汚ねえ店来たくないもんね。普通に絶対書かれるよ、レビューで、このお店は汚いみたいなね。Google のレビューに書かれるわよ、このお店は信じられないぐらい汚いですって。ああいうレビューで私が一番気に入らないのは、行ったことありませんがみたいに書く人いるじゃん。いや、行ったことないのに何がわかるのみたいなね。ちょっと待って、滑りすぎなんで。
構限界じゃない？よし、あんま良くないね。なんだか気持ちのいいお店ね。え、あ、間違えてまたこれにしちゃったよ。あれうまく使った方がいいのね。うん、ちょっとそげー、今回ちょっと早いんじゃない？調理する場所あんなに汚れてんのやだな。いや、ピカピカだって今さ、調理する場所だってよ、ピカピカにしたの。めっちゃお疲れだよ。寝坊しないでくださいね。では失礼します。ほんとよ、明日はもっといいことあるといいな。え、給料まだ？まだか。そうだよね。おはよう。特にストーリーはないのね。ね、まあ、そうだよね。何これ、落ちてくる丸アイコンと同じボタンをタッチしてね。むずくない？こういうの苦手だな私。うわ、むずいこれ。間違えちゃったことを今すごい、あっちゃー、間違えちゃったかみたいな。なんす、松田あんたもうちょっと優しくして私に。でも150点多分マックスだよね。これは結構よかったね。卵割ります。いや、松田へのね、ちょっとストレスを卵に。もう松田さーって、この野郎、松田この野郎。え、過去最高何個あっただろう、記憶がない。いいペースじゃない？よしよし。あ、落ちちゃった。ああ。松田のリアクションを見た今。いやー、卵がだって。松田なんか私、松田対象悪くない？大丈夫？やっていけるかな？店長やっていけないかもしれない私。松田がさ、これが一番点数低いな。点数を上げていこう。うん。そうね。あ、そうそうそう、コメントでね、他のこういうアルバイトするゲームもやってほしいですってあって、なんかあるかな？でも結構あるよね、なんかあの、お花屋さんだとか、ケーキ屋さんだとか、あとは、医者とか。医者ってちょっとアルバイトでやるものではないかなと思うけど、あとなんだろう、獣医とか？いろいろあるよね。そういうのまあちょっとやってみてもいいかもね、確かに。ミスドみたいなさ、実店舗名が出てるゲームはあんまりないかもしれないけど、うん、はい、何これ、なんか難しそうじゃない？ドーナツをコロコロと転がしてトッピングをつけていってね。あ、そう、
だろう、あんまり私の食べないさドーナツばっかなのよね、さっきから出てくるのが。これもあんまりね買わない。なんだろう、別に嫌いじゃないんだけど好きでもないみたいな。少ないなんか、その砂糖早く追加してください。誰が追加してるのか分かんないけど、遅いのよ砂糖の追加が。よいしょ、ほらよくないよこれ。湯川さん、ほんと湯川さん目垂れすぎじゃない、大丈夫。60点。あ、間違えた。これむずいから嫌なのに。110点。だってこれやるときはほら、29歳、成人男性、ほら、真剣にやらないとさ、無理だから。やってるとさ、なんかミスドでバイト私できないわって思う。まあ、この年齢になってからバイトをするってなかなかあれなんだけどね、ないんだけど、多分できないと思う。余裕でできない、無理よ、うん、どうする、これでもやるか。ドーナツを話してね。はい、これいいよね、一気に6個稼げるからね。くそ、難しいな。上手上手だって思ってないでしょ、絶対思ってないわよあれ。よし、ちょっとちょっと、早いのよちょっと動きが。あ、でも150点だよ、やった。なんだろうここ、ここの新しい作業って何これ。ジュース注ぐのと何が違うのよって感じはするよね。おかわりのコーヒー、おかわりのコーヒーなんてもらえるの。あんまりミスドでねコーヒーその頼むけど、ホットは頼んだことないから。すごいね、私。こうやってお客さんに直接かけてるわけだもんね。この子渋いわね。コーヒー好きなの？よし。あ、ちょっと容量分かってきたよ。大丈夫、大丈夫。人によってさ、入れる量が違うのは何なのかしら。うわ、危ない。すごい震えてるのよ、コーヒーを持つ手が。この量ならおかわりしないで。
ねえ、こんな少ししかいらないならマジおかわりする意味何？水飲んどきなよ。ねえ。何なの？え、95で引く。嘘。そんなダメ私。今ね、よかったと思うんだけどな。これも95点じゃん。これやろう。ちょっとむずいのよね。でね、失敗しないことをね、考えながらやりましょう。うん。数さばくっていうよりはね。うん。間違えた。どこ？はい。なんだどれだ、どれどれ、間違えた焦りすぎ、いいよ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 、あ、違いよ、また間違えた。最悪、もうダメだ。うん、焦らせてくるからさね。このおかわりはやっぱ無料なのかしら、そこを教えてほしいわよね。無料ですかって。うん、なんかいっぱい入れてあげたくはなるんだけどね。はい、いい感じよ。こぼしちゃった。少ないよりいいんじゃないでも。はいはいはい。いいんじゃない？いいんじゃない？20行きたい。無理そう。ああ。あ、でも、とりあえずね、この金色になれば、もう満足。うん、なんだろう。ああ、なるほど。これは大事な作業だね。うん。あ、すいません。うわ、これむずくない？ちょっと待って、え、私これ苦手、やばい。うわ、これダメだ、0点じゃない？ほら、もう0点な気がしてきたもん。やだな、やだよ、ああ、太田さんにバカにされる、くそ、ああ、太田さんごめんなさい、全然できないわ。33点。これでお客さんいなくなるの本当にいいやりなんだけどね。え、もう一回やるわ。
ちょ、頑張るね。うん。なんで？え、なんで？いや、入るでしょ、今の。だいたいアルバイトとしてよくない、こんなね、上からシュッてね、なんか投げ入れてんだから、これよくないよ、本当に。ね、どうなってるんですか、ミスタードーナツさん、本当に。くっそ。くっそ。やっても私上手くならない自信がある。きつい。いや、もう一回やるわ。くっそ。ほら、なんかね、なんだろう、ダメなのよね。はい、頑張れ頑張れ私。いいよいいよ。このね、取ってから入れるっていう動作がスピード速いともう無理なのよね。追いつかない。くそ。もうダメだ、ボロボロだ、やめよう。でもギリ100点いけた。もうこれやらない、私やらない。明日もよろしくね。まず週何日勤務よ、私。週 5? 大丈夫 ?5 までよ、本当に。週休2日制じゃないと私怒るからね、さすがに。今日もよろしくねじゃないのよ。よし、ちょっとご褒美でもらおうかな。さすがにご褒美もらわないとやってらんないでしょ。ポイントが不足しています。え、あ、そっか、これやればいいんだっけ。やった。これちょっと作業量多すぎる。今やるべきじゃない。うん、あ、違う違う、危ない、データ消そうとしちゃって危ない。今5日目だって。ってことは待って、はい、明日は休みよ、これ。だってもう今週5だもんね。明日休みだよね。違ったらどうしようね。はい、ということで今回はこんな感じで終わろうかなと思います。あと各2ぐらい多分新しいバイトがあると思うので、それは次回やっていこうと思います。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。バイバイ。